シャルケが1日、アーセナルに所属する28歳の元一代表 DF、シュコドランムスタフィを獲得、たと発表。今シーズンのアーセナルはダゾーンで、いつもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、スタフィは事前に、アーセナルとの契約を解しているため、遺跡金ゼロでシャルケに加入ることになった。A メディア、フットボールロ、ドンによれば、 今季終了までの半年契約だと、ムスタフィは2019、20シーズン、うないえめり前、ただしの信頼を得られず戦力外に。しかし、アーセルの新指揮官に、ミケル・アルテタ監督が収む、して以降は、出場機会が増え試合に起用され、ことが多くなった。ただ、今季は怪我の影響も、で、公式戦級試合の出場。最近は、ベンチ外が続、っていた。 フットボール批評がついにアーセナを大特集。日本一硬派なサッカー専門誌がステのグーナーに送るバイブルの詳細は奥、く。フットボール批評衣衆29低下、本体1500円、税書籍外。なぜ、あえて今アーセナルなのか。あるアーセ、流行の英国人が、今すぐにでも隣から、モウーリー、にを呼んで守備を整理しろと、大真面目に、ブほど、クラブは、 生命期を迎えているにもか、わらず、である。そのヒントはそれこそ、今にしこり、されている。感染症を抑えながら、経済を回す、境は今、そんな無理難題に挑んでいる。同じく、セナル、特にアルセーヌ・ベンゲル時代の、セナルは、一部から、うぶすぎると揶揄され、柄、内容と結果を執要に追い求めてきた。 そう、言った意味ではベンゲルが作り上げた、ああ、なると今の世界は大いにリンクする。ベンゲが落とし込んだ理想に、しどろもどろする今、アーセナルは、大げさに言えば、社会の鏡のよ、なきがしてならない。だからこそ今、皮肉でも、んでもなく、ベンゲルの亡霊に苛ままれてみる、も、悪くない。そして、アーセナルの未来を託さ、たミケル・アルテタは、ベンゲルの亡霊より、かに 大きなアーセナル信仰に対峙しなければならない。ジョゼップ・グアルディオラの薫るを受けたアーセナルに、ゆかりのある、バスク人。それこそ、世界的信仰を直視するのか、それと、無視するのか。新アーセナル様式の今後追い、詳細はこちらから、両。<music>